20時30分仕事開始。ターゲットは7名、増援の可能性なし。タイムリミットは21時ジャスト。後始末はいいとして、ここから目標地点までの移動時間を考えると実質10分もないじゃありませんか。仕方ないですね。ここは超急ぐとしましょう。ではカウントダウンスタートです。よっと。2分でまず1人、超ぼちぼちのスタートですね。さて次は絹肌、そっちの階にもう3人いる。下のやつら片付けたら向かうから待機してて。それじゃ超時間がかかりすぎますよ。3人ですよね。私が全員やります。ちょっと待ちなさい。相手の出方が分かんない以上一旦様子を見てから。その時間が超ないって言ってるんです。すいませんけどそろそろ行きます。切りやがった。あいつなんか焦ってるわね。キヌハタ、なんだって？時間がないんだってさ。何のことか知らないけど、あんたら心当たりある？ううん、わからない。別に時間制限ある仕事じゃなくない？結局、私らにもさっぱりなんだけど。ったく、突っ切ったところでどうせ死なないのは分かってるけど。くらえ！うっさいな、お前らに構ってる暇ねえんだよ。あいつに先走られると追っかけるこっちが面倒なんだっつーの。急ぐよ。はい、わかった。4分経過。次。この回はあと2人でしたね。下は麦野たちが超なんとかしてくれるとして、柱の陰に隠れれば超安全だとでも思ってましたか？あと1人。このペースでいけば間に合いますかね。くそ、あっという間に3人も。お、いた。そこ動かないでくださいね。超さっくり終わらせちゃいますんで。ああ、動かないよ。俺にとっちゃこの位置が一番ちょうどいいんだな。は？死ねえ、レベル4。まあもう言わんこっちゃない。上の階からだね。敵が爆薬仕掛けてたんでしょ。ビル全体がぶっ壊れる規模じゃないみたいだけど、よくやるわ。それって絹畑が巻き込まれたってこと？まんまと引っかかってんじゃん。絹畑大丈夫かな？そうね、心配ね。あんなので殺せると思ってる相手の方が。よし、やったか。そのセリフ、超死亡フラグですよね。相手がレベル4だとは分かっていても、どんな能力かまではつかめてなかったんですか？オフェンスアーマーの自動防御がこの程度の爆発を防げないわけがないんですよ。この化け物が。諦めが悪いですね。こちとら超急いでんですけど。残りは私らが仕留めた。これで7人きっちり始末したわね。ありがとうございます。じゃあ私はこれで。ちょっと待った、絹畑。私が何言いたいのかわかるよね？超先走ったのは謝ります。そのうち埋め合わせはしますので。そういうこと言ってんじゃないの。説明もなしってのはどういう了見なのよ。
あんたはアイテムの足並みを乱した。ことと次第によっちゃ分かってんだろうね。分かりました。超手短に説明しましょう。21時から人面ピラニア VS サイボーグ芸者の上映が始まってしまうんです。は？いわゆるレイトショーですね。今日が最終日だったので超確実にチェックしないといけません。今からだとギリギリ間に合います。麦野も一緒に行きますか？わかったわかった、もういいから行ってきな。超感謝です。それでは。絹畑、楽しそうだったね。タイトルからして C 級っぽすぎる映画なんだけど、ああいうのって面白いわけ？知るかっつーの。あいつの趣味だけはほんと理解できないわね。どうしたんだよ、難しい顔して。超考え事をしてるんですよ。見てわからないんですか？いや、そりゃなんとなく察せるけどよ。人間関係的なやつか？当たらずとも遠からずといったところですね。ハマズラにしては悪くない目の付けどころですね。はあ、そりゃどうも。私が超悩んでいるのはズバリアイテム内での役割分担についてです。役割分担？よくわかんないけど、今までやってた感じじゃダメなのか？仕事では超問題ありませんが、私が言いたいのは日常でのことです。つまりキャラの差別化ですね。もっとこう組織内での私のポジションというものを超確立させるべきこと。はあ。例えばほら、私ってアイテムのお色気担当が向いてるじゃありませんか。すまん、なんだって？お色気ですよ。美少女ばかりのチームにはそういう担当が一人は必要ですし、スタイルのバランスを考えるとやはり私が超適任ということになるでしょう。でしょうじゃねえだろ。何当然のように話進めてんだ。お前がお色気担当って予想外にも程があるぞ。何ですか、超依存でもあるんですか？依存しかねえよ。どう見てもお前が一番チンチクリンだろ。ほっほー、言ってくれますね。いいでしょう、反対意見は超尊重してやります。なら誰がお色気担当に向いてると思いますか？エロに超精通した男の意見をどうぞ。いや別に精通しちゃいねえけど、少なくともお前は向いてねえと思うし、麦野とか？甘いですね。麦野は一見エロい体つきですが、中身は筋肉です。色気というより殺気のボディです。え、何それ怖っ。じゃあフレンダ？確かにあの客船尾は大したものですが、フレンダは超ぺったんこです。私の方があります。嘘だろ？嘘じゃありませんよ。試してみますか？マジでいいの？おいじゃねえ、変な誘導やめろ。ち、こっそり撮影しといて以降いじる作戦が超見抜かれてしまいましたね。恐ろしいこと考えてんなお前。じゃあ滝壺？いいところに目をつけましたね。実際私と超競い合える可能性が一番高いのは滝壺さんです。ここだけの話、脱げばすごいので。ごくりですが、大事なのはバランスです。総合的に見れば私の方が超スタイルがいいのは明らかですよ。なあ、その自信ってどっから来んの？やれやれ、超すっかり論破してしまいました。やはり私がお色気担当ということでいいですね。完全にお前の結論ありきだろ。んなもん論破もクソもあるか。あ、超聞こえません。はあ、まあ100万歩譲ってお前はそれでいいよ。他の奴らはどうなるんだ？そうですね、
とりあえずあなたはパシリ担当で間違いないでしょう。ひでえ。あとはリーダー担当、クール担当、参謀担当、ムードメーカー担当。超参りましたね。全部私になってしまいます。マジでその自信どっから来るんだよ。つうかそもそもなんとか担当って必要なのか。前提からなんか間違ってる気がしてならねえんだが。ん、ここでそもそも論を出しますか。いいでしょう、超徹底的に議論しようじゃないですか。考えましたが、仲間を無理やり枠にはめること自体が超間違ってるんじゃないですかね。その結論、30分前に到達しといてほしかったぜ。超端的に言えば飽きてしまいました。付き合った俺の立場は？何わちゃわちゃやってんの？ああ、やっと来ましたね。超時間つぶしの雑談をしていました。そのようで。あ、そう。んじゃ、揃ったところで仕事の話ね。いいっす。ふーむ、超どうでもいい話を振ってしまいましたが、意外とついてきましたね。ハマズラ、割と話せるやつかもしれません。はあ、今日の買い出しはまた一段と量が多いな。この私が手伝いに来てあげているのにブチブチ文句を言わないでください。くじで負けたってだけだろ。ほとんど罰ゲーム扱いじゃねえか。まあ一人じゃ持ちきれないとこだったからな。素直に助かるけどよ。よろしい、超感謝し続けてください。でもな、小型の燃料電池だの、業務用洗剤だの、除草剤だの、こんなもん何に使うんだ。フレンダが作るトラップの素材でしょう。ホモセンで買える程度のものですから、今回のは可愛いものです。今回のはってなんだよ、怖えな。お、なんだ。悲鳴ですね。ここから超近そうですし、見に行ってみますか。なんだありゃ、車が暴走しまくってんぞ。完全自動操縦の AI 搭載車ですね。一般乗用車でも実用化まで進めてたって話ですが、どう見ても超暴走してますね。人の被害はまだ出てないみたいですけど。おい、とっととずらかろうぜ。このままじゃ俺たちが引かれちまうって。やべ、歩道に突っ込んできやがった。あれ、おい、キヌハだ。どこ行った。え、大丈夫ですか。うん、お姉ちゃんは別に。これくらい超へっちゃらです。乗用車くらい軽いものですよ。すごい、それも能力？お姉ちゃんはどんな能力者なの？知ってもいいことはありませんよ。それよりもうすぐアンチスキルが来るはずです。私は超面倒なことになる前に退散します。あなたもそうした方がいいですよ。あ、待って。超道草を食ってしまいましたね。とっとと戻りましょう。おう。何ですか？足の生えたサメを見たみたいな顔をして。例えが分かりづれえよ。あ、いや、なんつうかさ、お前って人助けとかするんだな。暗部の人間なのに。もしかして浜面、私たちのことを超ヒャッハーなアウトロー集団だと思ってたんですか？そこまでとは言わねえよ。
でも普段の仕事から考えるとなんか意外っつうか。超心外な物言いですね。まったく、仕事は仕事でしょうに。裏の人間は敵対すれば殺しますよ。ですが表の住民は私の仕事には関係ありませんし、成り行きによっては助けることもあります。単なる切り替えですよ、表と裏の。そういうもんかね。と、電話だ。麦の子フレンダでしょうね。超早くしろってところでしょう。げ、マジで麦のだ。出たくねえ。出ても出なくてもいいですけど、急ぎますよ。今夜も超仕事があるんですから、そろそろ切り替えの時間です。皆さん、今日はお集まりいただきありがとうございます。今回私たちは超重要なミッションに挑みます。必ず成功させましょう。うん。いや、ぬるっと始まったけど何の話だ。俺、何の説明も受けてねえけど。何ですか、行間で察せないんですか。そんなことだからハマヅラは超ハマヅラなんですよ。いきなりひでえ言われようだな。まあいいでしょう。大事なことなので超説明してあげます。実はかねてから気になっていた幻の名作映画が発見されたのです。幻の名作映画？映画好きの間で知られる伝説のカルト映画です。海外で上映されたものの、初版の問題から翻訳されず、さらにソフトも初回生産分のみで廃盤になったという超いわくつきのブツ。そのうち1本がこの学園都市に流れ着いたといいます。私のつてによる超信頼できる情報です。はあ。で、それを手に入れたいと。俺はなんで呼ばれたんだ。移動手段の確保ともろもろの雑用です。情報収集に超あちこち駆け回ることになりそうなので。滝壺とフレンダ、なんか面白そうだったからに決まってるわけよ。私はなんとなく。麦の呼びましたが来ませんでした。私パス、勝手にやってろとのことです。結局こういうとこでノリ悪いのよね、麦のさん。それでどうするの。どこかを調べるの。まずは情報の出所を渡るべきですね。私の行きつけのミニシアターがあります。そこのオーナーから話を聞きましたから。ハマヅラ、早速車を超手配してください。へいへい、俺に拒否権はないのね。間違いないよ。第16学区の外れにマニア向けのレンタルショップがあって、店長から現物を見せられた。その店は超知っています。つまりレンタル落ちしたということですか。いや、あれは非売品として店内に飾るって言っていたよ。ありがとうございます。そちらを訪ねてみます。盗まれた。そうなんだ。ちょっと目を離した隙に。くそ、一体どこのどいつが。超落ち着いてください店長。盗んだ相手に心当たりはありますか。わからない。だがあの手の代物は盗んだとしても買い手のつきにくいものなんだ。犯人の目的にもよるが、流通ルートはある程度絞れる。心当たりを片っ端から調べるしかないが。私たちが探しましょう。その代わり条件があります。幻の名作を超奪還した暁には私にそれを売っていただけませんか。しかし盗まれたままよりは超マシなはずです。どうしますか店長。わかった、くれぐれもよろしく頼むよ。
いや、うちには来ていない。そうですか。でしたら他に心当たりはありますか？それなら俺の知り合いの商売人が。俺のところには流れてねえな。けど珍しいもん仕入れたって言ってる同業者はいたぜ。本当に？どんなのかわかる？なんでも超レアなオタク向けの代物とかなんとか。価値はあるが買い手の見つかりにくいブツだってな。それをどうすると言っていましたか？第15学区のセレブ様に横流しするらしい。ま、どこにでも物好きはいるもんだな。第15学区、超急いで向かいましょう。取引の場所はここか。にしてもこんなもんに大枚はたくやつがいるとはね。ま、俺は流れてきたブツをさばくだけだ。楽な商売だぜ。こんにちは。あ、あんたがこいつを買いたいってやつか？想像してたよりチビだな。まあまあ、そんなことはいいじゃないですか。それ仕入れるの超大変だったでしょ。どうしたんです？俺は大したことしてねえよ。こいつを盗んだやつがいて、金を山分けするからどっかにさばいてくれってな。なるほど、そういうことですか。それは超お疲れ様でした。では超歯食いしばれ。普通に強奪すんのなお前。超当然です。盗っ人とその協力者に払うお金なんて微体一文ありませんよ。あとはレンタルショップの店長から正式に買い取ってミッション完了ですね。その箱の中に入ってるの？ねえねえ、一回中身見てみない？ちょっと気になる。確かに気になりますね。どうせ買い取るものですし、超ちょっとだけ確認するのもありでしょう。これは、はあ、何これ。パッケージの中何にも入ってないんだけど。おいおい、どういうことだ？偽物捕まされたってことか？おそらくそうでしょう。ですがあの商売人は中身のことを知ってる風ではありませんでした。どこかで偽物にすり替えられたってことは、本物はそのすり替えた誰かが持ってるってわけ？超してやられました。これは捜査のやり直しが必要ですね。浜面、超急いで車を手配してください。まだ終わんねえのかよ。つが話がどんどんでかくなってないか？つべこべ言わない。こうなったら絶対本物見つけないと収まりがつかないわけよ。幻の名作は私のものです。誰の仕業かは知りませんが、超首を洗って待っていてください。時間か。いい加減日が暮れちまうぞ。絹畑、どうするの？一度作戦を立て直しましょう。どこかのファミレスにでも入って。麦野から電話ですね。はい、絹畑ですが。ああ、絹畑、まだ遊んでんの？滝壺とフレンダはそっちいる？遊びじゃありません、超重要なミッションです。みんな揃っていますが、どうしましたか？つまんない話だけど、上から連絡があってね。変な動きしてる奴らがいるから警戒しとけって。変な動き？暗部組織のどこかがですか？そう、下っ端連中がなんかもぞもぞやってるみたい。でも何が目的かさっぱりなんだよね。なんか大して重要でもないもん盗むとか、映像機材みたいなの集めてるとか。
今んとこ推定無罪だけど、妙な真似されても困るからいつでも出られるようにしとけってさ。分かった。麦野、そいつらの居場所はもう特定されているんですか？そうっぽいけど、別に焦んないでいいでしょう。なんか大したことなさそうだし。いえ、超急ぐ必要があります。そちらには私が当たります。行かせてください麦野。まあやるってんなら止めないけどね。メールで情報送るから、片付いたら連絡して。泥棒の居場所が分かりました。本当か？尻尾をつかめないはずです。相手も暗部組織、潜伏は超お手の物ということでしょう。さあ、超リベンジの時間です。おい、まだか？せかすな、もうすぐ準備が終わる。なんか俺ドキドキしてきたぜ。そこまでです。やはり幻の名作を盗んだのはあなたたちでしたね。誰だお前は？こっちの足跡は徹底的に消しておいたはず。私が何者なのかはどうでもいいことです。さあ、それをこっちに渡してください。冗談じゃない。あらゆる手を尽くしてやっと手に入れられたってのに。この映画は俺たちカルト映画同好会の悲願なんだ。怪我したくなかったらお前こそ失せろ。つまり暗部組織としての活動ではなく、あくまであなたたちの趣味と。少し親近感が湧きます。ですがやり方を超間違えていますよ。そんな方法で手に入れるなんて、映画が泣いています。黙れ。誰が何と言おうとこの作品は渡せない。いいでしょう。力ずくでも超奪還させてもらいます。うわっ、同じ映画好きのヨシミとして命までは取りません。幻の名作だけいただいていきます。待て、お前はそれをどうするんだ？まさかどこかに売るなんてことを。超ありえませんね。鑑賞した後コレクションとして大切に保管するに決まっています。そうか、少し安心したぜ。あなたたちの映画を愛する気持ちは伝わりました。ですが手段を超選ぶべきでしたね。レンタルショップの店長に謝り、罪を償ってください。また会うことがあれば映画の話をしましょう。負けたぜ。乾杯だ。これが例の幻の名作？ええ、間違いなく超本物です。お疲れ様、キヌハタ。で、どういう内容なわけ？面白いの？途中でポータブル DVD プレイヤーを買っておきました。これで見ることにしましょう。では早速箱の開封を。コクリ、これは、え、何これ？っていうかでかくない？何この四角いの？ VHS！ VHS？ って何？ビデオホームシステム。磁気テープに映像メディアを保存する記憶媒体。うわ、ビデオテープって久々に見たぞ。レトロだな。けどこれじゃ再生できなくねえか？ハマズラ、超至急車を手配してください。え、また？これを再生できるビデオデッキを確保しなければ、学園都市中のリサイクルショップを回るんです。私もう疲れた。お風呂入りたい。今度こそ最後のミッションです。これを見ないことには何も始まらないんですよ。私少し眠い。車の中で超寝ればいいんです。ハマズラ、早く！もう勘弁してくれ。
絹畑、大丈夫？元気がないみたいだけど。なんか明日にも世界が終わりますって顔ね。どうしたわけ？世界が終わるですか。確かにある意味では超正解なのかもしれませんね。何があったっての？あんま神器臭い顔されてるとこっちの気までめいるんだけど。ええ、それが行きつけのミニシアターの一つが超業績不振により閉館してしまうことになったのです。そんなこったろうと思ったわ。あー、なんかあれでしょ、 B 級とか C 級とか変な映画ばっか上映してるようなとこでしょ。ぶっちゃけそれ当然の結果じゃない？確かに全然全く超反論のしようもありませんが、はいそうですかと納得もできないと言いますか。大手シネコンと違って独立系映画館は超貴重です。もう学園都市にあといくつ残っているか。絹畑、よしよし。う、超お気遣いなく。でいつ閉まんのそこ？今日です。もうすぐ最後の上映が始まりますが、行くと本当に終わる気がして超見送ってしまいました。あ、そう。飲み物取ってきたぞ。あー浜面、ちょうどよかった。車手配してくれる？え、急だな。緊急の依頼でも入ったのかよ。違う違う、今すぐ絹畑乗っけてこいつが言うミニシアターってのに連れてって。麦の？いつまでも目の前でジメジメされてると迷惑なの。いいからさっさと自分の中で決着つけなさい。あんたが行っても行かなくても映画館は終わんのよ。だったら見るだけ見といた方が未練も残んないでしょ。ですがもし超いきなり新しい仕事が入ったら。その時は映画の途中でも引っ張り出すから、まあそうならないよう祈っとくんだね。ありがとうございます。はいはい、行った行った。終わってからもそんな面してたら蹴っ飛ばすからね。本当にこんなところに映画館なんてあるのか？ここさらに奥に入った突き当たりにあります。超隠れ家的映画館というわけです。浜面はここで待っていてください。映画は私一人で見ようと思います。おう、なんかふらついてねえか？大丈夫なのかよ？超ご心配なく。最後の時くらいは一人でゆっくり味わいたいので。映画が始まる。観客は私以外ゼロ。上映作品はオーナー超おすすめの一本。ジャンルは SF。 やりたいことは多分スペオペ。ガバガバ脚本、大根役者、安っぽすぎるセット。それでも気がつけばエンドロールまで終わっていました。お待たせしました。おう、どうだったよ最後の映画ってやつは。やっぱり超つまんなかったですね。つまんねえのかよ。もう何から何までダメダメです。あんなブツをおすすめするオーナーだから閉館も超必然ですね。けど不思議と笑える、おかしな映画でした。別れ際にオーナーが言いました。エンドロールの時になんとなく笑えてたらそれはいい映画だと。絹畑、彼の言う通りかもしれません。見てよかったです。すっきりしましたから。いやでもつまんなかったんだろ？超つまんなかったですね。ですがエンドロールのああいう感覚はまた超味わってみたいものです。本当によくわかんねえ趣味だな。この醍醐味がわからないうちは超ひよっこですね。いいでしょう、いずれ私のおすすめを見せてやりますよ。ちなみに拒否権は超ありません。
変な約束を一方的に取り付けんなよ。今までの話でお前のおすすめに期待できる要素あるか。いいから、ほら戻りますよ。あんまり遅くても麦野に超蹴っ飛ばされるかもしれませんし、超当然ですが、映画やシアターが終わってもそれで本当に世界が終わるわけじゃありませんし、終わり際になんとなく笑えてたらそれが超ベスト。確かにその通りです。お疲れ様でした、オーナー。し、無駄にしぶといわね。滝壺、能力者はあと何人？レベル3が3人、レベル2が6人、それを10人以上のレベル0がサポートしてる。しかも何人かのレベル2の反応が異常に強い。多分レベルアッパーを使ってると思う。超がっちりフォーメーションを組んでいるようですね。珍しく手強い相手です。攻め時が分かんないじゃないのよ。キヌハタが突っ込んでなんとかできないわけ？突撃かけても死にはしませんが、動きを超拘束される危険がありますね。隙を見つけなくては。あ、避けろ、フレンド。フレンド、あいつって。エアロシューターの真空波か何か。せっかくの客船日に何してくれてるってわけよ。頭きた。誰に喧嘩売ったのかとことん思い知らせて。動くな、フレンダ。キヌハタ、フレンダに応急処置。滝壺は索敵のためについてきて。分かった。麦野はどうするんですか？決まってんでしょ。調子こいたバカどもにお仕置きしてやんのよ。ちょっと私のこと置いていくわけ？んな足でひょこひょこついてこられても邪魔なのよ。せめて止血くらいしなきゃ、結婚で位置がバレるっつの。私の獲物は残しといてよね。約束できないね。そんなに仕返しがしたけりゃ、とっとと済ませて追いついてきな。しくじりましたね。超油断でもしてたんですか？うっさいわね。四角から飛んできたのよ。それは運が悪かったですね。私の方に飛んできていたらオフェンスアーマーで超打ち消していましたが。あんたの自動防御がズルなんだってば。はいはい、うっかりすると超死んじゃう人はしばらくおとなしくしててください。あだいっていうか、しみる。もっと優しく消毒してよ。おとなしくしててくださいと言ったでしょう。あんまり騒ぐと消毒液丸ごと超ぶっかけますよ。包帯を巻きます。動かないでください。ねえ、キヌハタ、もっと超優しくしろと言うならこれ以上は無理ですよ。違うわよ、雑談よ。私暇だから。もしもの話なんだけどね、もしアイテムの誰かが死んだり壊滅しちゃったりしたらどうする？何ですかそれ。怪我して超弱気になっちゃったんですか？もしもよ、もしも、もしそうなったらどうすんのって聞いてんの。そうですね、私のやることはあまり変わらないと思います。アイテムがなくなって私が生きていたら、また私を拾ってくれる組織を探すでしょう。そしてまた私の仕事をします。自分が死んだらその時はその時ですね。なんかドライよね、キヌハタって。実際そんなもんでしょう。消えるものは消えるべくして消えるし、残されたものには別の受け皿があるものです。そういうフレンダの方はどうするつもりなんですか？私もちょっと考えたけど、
結局それってありえなくない？だって私が死ぬわけないし、麦野は超強いし、絹畑もしぶといし、滝壺もなんだかんだ死ななそうだし、考えるだけ無駄よね。無駄、暇すぎてわけわかんないこと話しちゃったわ。自分から振っといて超いい度胸な結論ですね。ほら、終わりましたよ。はいだ、叩くなっつーの。あ、でも歩ける。急いで麦野たちを追いましょう。このままだと撃破スコア的に取り分の超ほとんどが麦野行きです。それよ、つーか私の美脚に傷つけやがったやつは絶対じきじきにぶっ殺してやるんだから。ああ、それと少しさっきの話に戻りますが。ん？何？アイテムがなくなるとかどうとかの話？はい、まあ仮にそういうことになったら、超ちょっとだけは寂しいと思うかもしれません。キノハタ、あんたってひょっとして意外と寂しがり？超違いますが、何を言ってるんですか？何も、素直になればいいじゃない。おりおり、お姉ちゃんがなでなでしてあげよっか。付き合ってられませんね。超くだらないこと言ってないで、さっさと仕事に戻りますよ。あ、ちょ、本気で走んな。こっち怪我してん